神社建築、宇治上、神社本殿大屋寺院建築、法隆寺近藤、五重登場各建築、姫路町連立天守会が、源氏物語絵巻彫,彫刻、薄木曲貝富津工芸品、天守国集庁書籍、天籍、秋葉木彫刻文書、工房大師筆石徳、風信町広資料、人物画像経歴史資料、慶長剣王施設関係資料の内老馬詩 公民権少書国法とは、日本語の第一義には、国の宝。第二義には、近代以降の日本において、文化史的、学術的価値が極めて高いものとして法令に基づき指定された、有形文化財を指し、具体的には、重要文化財の中から、特に価値の高いものとして指定した、建造物、美術、工芸品などを言う。国法は、 日本の文化財保護法によって国が指定した有形文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので類いない国民の宝たるものであるとして国が指定したものである。建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、転籍、古文書、考古資料及び歴史資料が指定されている。法的には国宝は重要文化財の一種である。 国宝、重要文化財の指定手続き、指定制度の遠隔などについては別項、重要文化財を参照のこと。なお、いわゆる人間国宝とは重要無形文化財に指定された芸能、工芸技術などの保持者と、2020年9月指定文までを含めた国宝の指定件数は以下の通りである。なお以上の数字は指定の件数であって点数ではない。 福岡県、胸型大社所有の胸型大社をきつぐる際遺跡出土品、約8万点、京都、第五次の第五次文書制協69,393点、京都府立京都学、歴彩り館が保管する、当時売り文書24,067通のように、人数の多いものも、件数としては、一件と数えている。2021年3月時点の文化庁の最新の、 調査結果により、2014年7月時点で国宝を含む重要文化財に指定されていた美術工芸品1524件のうち、個人所有者の転居、死亡、謝辞などからの盗難などにより、所在不明と判明したものが142件、追加確認が必要なものが50件となっている。所在不明142件のうち文化財、種別件数では、 工芸品78件、書籍、転籍23件、彫刻15件、絵画14件、古文書10件、考古資料2件で、理由別件数では、所有者、転居43件、所有者死去35件、盗難28件、このうち1950年の文化財、保護法制定以前に所在不明になったのが97件、以後が45件であった。 文化庁は2021年3月時点で所在不明だった重要文化財142件の詳細を公表している。国宝という語の指す意味は文化財保護法施行以前と異とでは異なっている。文化財保護法施行以前の旧法では国宝と重要文化財の区別はなく国指定の有形文化財はすべて国宝と称されていた。国宝の概念は アーネストフェノロサが考えたものだが、法令上、国法の語が初めて使用されたのは1897年の古社寺保存法制定時である。同法の規定に基づき、同年12月28日付で、その後1929年には古社寺保存法に代わって国法保存法が制定され、同法は文化財保護法が施行される1950年まで存続した。 古社寺保存法及び国宝保存法の下で指定された国宝は1950年時点で宝物類5824これらの指定物件は文化財保護法施行の日である同年8月29日付をもってすべて重要文化財に指定されたものと見、混同を避けるため旧法上の国宝を旧国宝、文化財保護法上の国宝を新国宝と、 通称することがある。文化財保護法による、いわゆる、新国法の初の指定は1951年6月9日付で実施された。以上のように、旧国法、新国法、重要文化財の関係が錯綜しているため、第二次世界大戦以前には国法だったものが、戦後は重要文化財に格下げされたと誤って理解されることが多い。旧法における、 国宝と新法における重要文化財は国が指定した有形文化財という点で同等のものであり格下げされたのではない。また文化財保護法によって国宝に指定された物件のうち重要文化財に格下げされた例は一件もない。文化財保護法による国宝の指定対象となるものは有形文化財であり、具体的には建造物、絵画、彫刻、工芸品、 書籍、転籍、古文書、考古資料、歴史資料である。従って、古墳、貝塚、住居跡などは、国宝指定の対象とはなっていない。ちなみに、奈良県高松塚古墳の場合は、古墳自体は、同法第109条第2項に基づき、特別史跡に指定され、石室内の壁画が、絵画として国宝に指定されている。なお、 文化財保護法、第2条第1項第1号の、これらのものと一体を成してその価値を形成している土地、その他の物件を含むという規定に基づき、国宝建造物と共に土地が合わせて指定される場合がある。建造物が周辺の土地を含んで国宝に指定されている例としては清水寺、本堂、宇治上、神社本殿、浄土寺本堂がある。国宝寺あるいは、 国宝上のような表記がまま見られるが、厳密に言えば、寺院や城郭全体が国宝に指定されているのではなく、指定の対象はあくまでも個々の建造物である。姫路城の場合を例にとれば、国宝指定物件は四棟の天使とそれらをつなぐ四棟の渡り櫓のみであって、これら以外の櫓、門、兵などは重要文化財となっている。有形文化財でありながら、国宝、 重要文化財の指定対象とされていないものに、皇室関係品がある。漁物及び宮内庁管理の文化財は、文化財保護法による、国法、重要文化財、史跡、特別史跡等の指定の対象外となっている。これらを、国法等の指定対象外、従って、正倉院宝物、桂離宮、修学院離宮などは、国法の指定対象となっていない。 例外は、小燥院の建物で、古都奈良の文化財の世界遺産登録を機に1997年に、小燥院、小燥一棟として国宝に指定されている。これは、世界遺産登録の前提条件として、登録物件が、所在国の法律により、文化財として保護を受けていることが求められるため、例外的措置として指定されたものであった。以下の説明は、 2019年3月現在の指定状況をもとにしている。近世建築、随流寺仏伝近代建築、旧東宮御所2019年3月現在、国宝の建造物は、近世以前が224件、近代が2件の合計226件である。なお、近世以前でいう、住宅は、城郭の5点、社寺の書院、客連などを指し、民家は町や、 廊下などを指す。民家の国宝指定物件はない。1967年に法流寺幸風像が指定されて、以後、国宝建造物の新規指定は30年間にわたり行われていなかったが、1997年には焦燥院焦層と図流寺仏殿、報道、山門が指定された。焦燥院焦層の国宝指定は、古都奈良の文化財が、 ユネスコの世界遺産として登録されるにあたっての措置であった一方、随流寺仏殿、報道、山門の国宝指定は、昭和50年代から行われてきた、金星社寺建築調査によって、金星社寺建築の評価が進んだためであり、この指定以降、2002年の千音院本堂、三角、2004年の長谷寺本堂、2005年の東大寺二月堂、2008年の 青い阿蘇神社本殿、牢、平殿、拝殿、牢門の指定など、近年は、近世建築の国宝指定が目立っている。また、洋風建築の国宝は長らく、大浦天主堂のみであったが、2009年には、近代の建造物としては初めて旧東宮御所が指定された。遺植の指定物件としては、元号寺と海流王寺の五重商道がある。 岩合寺頭は高さ5.5メートル、海竜王寺頭は4メートルほどの商品で、当初から屋内に置かれたものだが、工芸品ではなく、建造物として国宝に指定されている。国宝指定物件には、仏画、絵巻物、肖像画、水墨画、小壁画など、各種のものがある。古墳壁画では、高松塚古墳壁画が、唯一の指定物件であったが、2019年に、 ヒトラ古墳壁画が指定された。平等院法王堂壁扉が第五次五十道書層壁画、室腕ラコン壁画のように国宝建造物の一部が絵画としても国宝に指定されているものもある。日本の作品だけでなく古くから伝来していた中国の絵画で国宝に指定されているものも多い。作品が国宝に指定されている画家としては日本人では雪舟、 カノマサノブ、カノ長エトク、ハセガワ東白、タアラヤ達、オガタコウリン、マルヤマオキョ、イケタイガ、ヨサブソン、ワタナベカザン、ウラコミ道など、中国では、領海、リススム、奇想皇帝などが挙げられる。なお2019年現在、浮世絵の国宝指定物件はない。五福島神社の平家農協は、書籍、天籍の部ではなく、 絵画の部で国宝に指定されている。同様に経典でありながら、絵画の部で指定されているものとしては、洗面ホッケ業冊子、白病絵漁師、根高描業などがある。これらは、経典そのものよりも主体の絵画の方に、資料的、美術的価値を認められたものである。国宝指定物件はべて仏教、神道関係で、仏像、神像がそのほとんどを占め、時代的には、 鎌倉時代までの作品に限られている。移植の指定品としては平等院法王堂本尊、阿弥陀如来の頭上の天蓋があり、単独で彫刻の部の国宝に指定されている。国宝彫刻はそのほとんどお寺社が所有しているが、例外として、奈良、奈良国立博物館保管の薬師如来座像、東京、大倉周古館所有の木造普賢菩月像像、大分、 薄木市所有の薄木間外物がある。金郊、執行、染色、当時、刀剣、甲冑など各種のものがあり、このうち刀剣類が全体のほぼ半数を占めている。金郊は、盆晶、仏具など仏教関連のものが多い。執行は、硯箱、手箱などがあり、日本執行の特色である巻絵と螺鈿を併用した作品が多い。染色は、 ケサ類の他なら国立博物館の刺繍、釈迦如来説法図、大間寺の綴りを利頭ままんだらずなど、やはり仏教関連のものが多い。陶磁器については、国宝指定物件は、比較的少ない。少ない指定物件の中では、洋変天目茶碗など、中国製品の多いのが目立つ。陶剣は立ち、担刀などの陶身のみ指定されているものと、飾り剣のように主に外装が、 指定対象になっているものとがある。この他、一つのジャンルに収まらないものに、熊野早頭大社、五福島神社、鶴岡八幡宮などの古神宝類がある。これらは、各神社の祭神に奉納された衣服う度類一括で、一件のうちに、染色、執行、刀装具など、各種のものを含む。書籍は、新刊、和刊名家筆跡、個筆。 木石、法上等で書道史上の遺品を指す。天籍は、経典、物語、和歌集、歴史書などの著作物のことでこの中には、荒野切れ、本古今和歌集のように書道史上貴重な遺品も含まれるが、書道史上の価値よりも、文学作品、歴史書などの古伝本、テキストとしての価値が評価されて指定されたものも多い。絵画と同様、 中国からの都来品の指定も多く、その中には、写本だけでなく、宋時代の漢本も多数含まれている。古文書と読む。かつては古文書類も書籍、転籍の部に含まれていたが、1985年度から書籍、転籍の部と古文書の部は別個に指定されるようになり、既指定物件についても書籍、転籍と古文書とに改めて区分されている。 古文書の部に分類されている物件には厳密な意味での文書だけではなく、日記などの記録類をも含む。岸定物件には書状類が多く、その他、東大寺文書、東寺百合文書、島津家文書、上杉家文書などの一括文書、寺院の資材帳、日記、祈願文、遺言、経図などがある。空海、最長、藤原助政などの書状は、 古文書としての資料的価値とともに、書道史上においても貴重な遺品である。移植の指定品としては、京都、妙法院のポルトガル国インド複王新書、栃木、火西市神社の那須国造碑などがある。その他の指定例は、国宝一覧、古文書の部を参照。縄文、弥生、古墳の各時代の出土品のほか 教図怪物や帽子など歴史時代に入ってからのものも多い。もっとも時代が降るのは東京、ふさ寺の赤道で南北朝時代のものである。この分野の国宝指定は歴史が圧っさく2019年3月現在指定件数は以下の3件である。2019年3月現在国宝がない件は徳島県と宮崎県の2件である。ただし、 後藤美術館が所蔵する日向国際と原稿墳、出土混同バグ類は宮崎県産、ありがとうございます。